人のいないこの神殿だが、アビスの痕跡が確かに残っている。セピュロス、風を操り空を飛ぶ。それは同時に神々の光による支配を意味する。何でもない、中に入ろう。アビスの気配が強くなってきた。もうその通りではない。アビスの使徒、どんなやつだろう。アビスの魔術師と同じ感じなのかな。先に進もう。あの怪物を見つけたら説明する必要もなくなる。先生いるて、やみつきにならないでね。出よ。
ビスの魔術師だけか。どうやらアビスの使徒はもうここを離れたようだ。アビス、混乱であり破滅である。歪みに狂った混沌と世界を蝕む元凶。神の眷属であったトワリンでさえアビスの力による侵食の前では無力であった。アビスの怪物の目的はただ一つ、それは神々が支配する世界を覆すこと。ダインはアビスのことよく知ってるな。俺とアビスには切っても切れない縁がある。さあ、おしゃべりはここまでだ。放浪寮に向かおう。俺の調査では、あの老いぼれ狼の領土がアビス教団の現れたもう一つの場所だ。そこならアビスの使徒に会えるかもしれん。ウサギ伯爵出撃。はあ、出よ。はあ、出よ。せい。牙と爪を持ちながらここに居座るだけとは。いや、俺は奴を知らないし、奴も俺を知らない。かつての仲間が知りたがっていたから、おのずと詳しくなったんだ。ではアビスの使徒がここにいるのか確かめに行こう。
せばいいんだ。ふん、もしかしてこのかがり火と何か関係が？そうだ、その炎に漂っているのがまさにアビスの呪文、あの教団のことだ。付近に何か残っているはず。周りを探してみろ。かがり火の近くの魔物、アビス教団に操られてるのか？ちょっと怖いけど、早くやっつけようぜ。やみつきにならないで。諸行無常、聞きたまえ、ここにて命ずる。ちょっとビリビリさせないとね。捜索は終わったか。俺もここら一帯で痕跡を少し見つけた。しかしそれは全てアビスの魔術師が残したもの。アビスの深いところにはまだ達していない。どうやらアビスの使徒ですらボレアスに歯向かうつもりはないらしい。ここを離れよう。あの老いぼれ狼が唯一誇れるものはこの領地に対する信念だけだからな。くぅ、手がかりが途絶えたな。諦めるか？いや、最後にもう一つ行く場所がある。風流廃墟で待っている。はっ。
流祭で起きた出来事は知っている。貴様たちがここを訪れた時にはとうに風流廃墟と呼ばれるようになっていた。この地名も風流より廃墟の方がしっくりくる。俺の記憶ではこの廃墟とあの竜はほとんど関係がなかった。俺が初めて旧モンドの廃墟を見た時、トワリンはまだ落ちていなかった。無論こんな場所に来るゆえんもなかった。え、でもトワリンの事件って数百年前のはずじゃ。気にするな。この廃墟に封印されていた動向装置に覚えはあるか。アビス教団がこの廃墟にいるのならその装置に目をつけるだろう。動向装置があった場所に行って確かめてみろ。ビリビリさせないとね。うがちなさい。しびれさせちゃうわよ。残念というのは少し違う。あんな怪物会わないに越したことはない。しかしこれから先貴様たちは間違いなく嫌が王でも奴らと出くわすことになる。確かにそんなに強い怪物なら会っても逃げるのが一番だな。逃げることで旅の危険を回避できるならその方がいい。昔あの旅人と共に旅をした時の経験だ。ダイン、旅人って言ったけど、その旅人は今どこにいるんだ？彼女はもう旅をしていない。旅は疲れるからな。そうだったのか。じゃあなんでダインはまだ
一人で旅をしてるんだ。俺はまだやることがある。それが終わってから家に帰って休むつもりだ。帰る家があるのはいいことだな。オイラたちの旅は野宿ばっかりだぞ。お前の家族が見つかったらオイラたちも家を探そうぜ。モンドには美味しい漁師トーストがあって、リーユエには万民堂がある。とりあえず美味しいもんがたくさん食べられるところがいいよな。いえ、旅の終点に到達してから後のことは考えるがいい。旅の途中はまず。知っている気配？知っている気配？知り合いか、もしくは会ったことのある魔物か。どちらにせよ明確にした方がいい。あそこから崖の上に行けるはずだ。ダイン、行くのが早い。オイラたちも早くそこの雰囲気から上に行こうぜ。貴様が言っていた気配、まだ感じ取れるか？でもここは人も魔物もいないぞ。確かに何の異常もない。俺が以前来た時と何も変わっていない。前に旅をしていた時、旅仲間に連れられてここに来たことがある。旅してきた中で一番好きな場所はどこだ？俺か？俺は覚えていない。あの旅ではただその旅仲間の付き添いをしていただけだからな。ん？遺跡守衛の足跡。ここにも遺跡守衛がうろついているのか。タンポポですら安らぎを得られぬとは。貴様にしか感じ取れない何かがあるのかもしれん。貴様と関係のある出来事に巻き込まれた可能性がある。言ってることが雑然としすぎて全然わからないぞ。落ち着け。苦悩と不安は心をすり減らすだけだ。貴様の旅はまだ始まったばかりだろう。少なくとも彼女がまだこの世界にいることがわかったんだ。今一番重要なのは彼女を探す旅を続けること。その言葉決して忘れるな。貴様の旅の意義として、旅の終点で家族に会えることを願っている。では俺はここで一旦別れよう。俺もう行くのか？しばしの別れだ。心配するな。とまた会える。
500モラと3つの返事を受け取っているからな。